学歴と年収の相関関係、40歳前後でもう1点前いくわけですね。そうですね、45歳になって1点前超えてる、60万ぐらい差あるので、慶応京大を抜いてますね。途中中央は意外と高い。では始まりました、ムチャチャンネル。さあ今回はカリスさんにおいでいただきましょう。チェンジオフシェフ、いやカリスだ。さあ今回なんですけどもですね、まあ私たち一応東大です、一応東大です。まあ私は本当大学いいんですけど、まあね、大学学部から、まあ、そうですね、学部から、まあ、博士課程もね全部東大ですね。9年半いましたね。そっか、同じようにでも言われますもんね、韓国のね留学生の入試だから認めないっていうのが来ますもんね。一般入試じゃないからとかって来ますけど、いやでもだって博士課程まで行って論文めっちゃ通って、そうですね、しかも東大の中でも間違いなく、まあ論文実績上1割には余裕で入ると思うので、学部入るのが簡単かというと、まあ、僕の頭脳は簡単に決まってるでしょうというだけの話ですね。そんな大天才、こんなチャンネルに出ていただきました、すみません。いえいえ、こんな学歴中のチャンネルに出ていただきすみません。そんなのはなんですか、今回聞きたいのは学歴と年収の相関関係ということですね。ぶっちゃけ東大入ったらもらえるんですか。まあもらえるに決まってるじゃないですか。出ないと僕らはなんで東大入ってるんですか。その通りですよね。やっぱもらえるんですね。そうですね、もちろんそういう統計資料とかもありまして、はい、やはりまあ平均でぶっちぎりで高いな東大みたいですね。そうなんですね、東京大学25歳児で500万、そうですね、だからまあ大学卒業でちょっとぐらいで、まあ平均500万ぐらいでは突破するということですね、うんうん、30歳で763、35歳で945、40歳前後でもう1000万いくわけですね。そうですね、まあ平均ですが、平均がまあ1000万超えるということなんで、そうですね、平均で1000万ですから、もっとすごい上の人たちもいるってことですからね、はい、45歳だと1155万、ああなるほど、それぐらいもらえるということなんですね。まあもちろん平均ですからね、あくまで。うん、ただまあこれなんかマジックみたいなところがあって、25歳と30歳、35歳までは東大が一番ですけれど、これ40歳で一橋負けちゃうんです、本当だ、40歳でもう一橋が1065万で月は1189、どうしよう、金融の畑に行く人が多い、そうですね、役員とかもそういう人も増えてくるんじゃないですか、ね、まあ、文系の、まあ、特に経営とかその辺が多いので、なるほど、2位が一橋っていうのもすごいですね。そうですね、でもやっぱ文系行った方がいいんじゃないですか。理系でまあ頑張るより一橋2位ですけど、東工大なんか同じく理系のトップですけど5位なんですね。そうなんだ、でも40歳前後で1000万には行くんだ。あ、でもその慶応京大を抜いてますね、途中でね、40歳の時に。そうなんだ、で慶応が3位と。そうですね、あ、行ってよかった。慶応と東大にしてよかった。でやっぱ45歳ぐらいで1000万いくという、そういう形なんですね。で4位が京大。そうですね、だからまあみんなまあ頑張って京大入るんじゃなくて、一橋とか慶応、まあ、入った方がコスパいいということですね、うん、なるほど。で早稲田が6位、慶応と比べてもやっぱり低い。そうですね、もう慶応とも60万ぐらい差あるので全然違います。45歳のとこ1000万いってないですもんね。そうですね、1000万いかないですね、早稲田だと。次が国際基督教大学、ICU なんだ、なるほど、この辺が。でもまあ英語できるからいろんなところに重宝されるみたいな、そういう話じゃないですかね。で名古屋、阪大、神戸があって、あ、上智が11位。あれ、この間じゃね、日本で一番の大学って言った東北大学12位なんですけど。日本の大学ランキングだと1位でどういうこと。何が起こってるんですかこれ。そうですね、横国、あ、防衛大ね、なるほどね、45歳になって1000万超えてる。ああすごい、45歳ランキングでやったら急にもう追い上げてきますね。45歳ランキングで言ったらだって京大の次じゃないですか。すごいな、京都大学、ね、いやもう狙い目みんなもう防衛大学なんで、ね、はい、これすごい面白いランキングですね。なんでこんな風になっちゃうんですか。まあやはりある程度は企業に最初に、まあ、新卒入る時点であれカットみたいなところがあるじゃないですか、はい、ある程度の特に外資系だったりとか、まあ、そういうところって、まあ、マーチですらもう厳しくて、まあ、総計以上とかじゃないとそもそも取らないっていうのがあるんです。これ新卒の年収に差がつくでしょうし、まあ、その後もやはり上のポストになってくるとやはりすでになんか上のポストの役員みたいな人って、まあ、その東大とか慶応とかで固まっているので、そういう人もどんどん、まあ、そういう人をまあ支援したがるじゃない、自分たちの後輩なの で、ね、はい、だからまあそういうのが延々繰り返されてという、そういうことかなって思うんですね。後輩びいきはありますからね、本当に。そうですね、いやまあ僕の働いてる会社もなんか上の人土台だらけですけど。ああそうなんですね。そういう風になっているわけなんですね。そうですね。
あとはやっぱり、ね、もう生まれた時からね、お金持ちのね子供が行くいい大学に行く可能性はもう高いですからね。それ間違いないですね。それ単純にまあ遺伝的にまあ賢い人の子っても賢くなりやすいっていうのもありますし、さらにまあ環境というので、やっぱそういう東大とか出てる人ってどんどんまあ読書とかしたりとか、それで仕事頑張るとかするじゃないですか。そういうのを見ては真似て子供もどんどん読書したりとか、まああるいは自分でも勉強したりとかもそういうするので、だからまあやっぱり入りやすくなりますね。勉強して褒められるとかそういうのを味わってたりとか、まあ受験ですよね、もうちっちゃい時からね受験ですごいいいとこ行くとかそうですね、やっぱりまあ東大出てるとまず年収上がるじゃないですか。年収上がると自分の子もまず学歴上がるので、じゃあまあそれの無限サイクルみたいなそうですね、ところですね。なかなかそれを一代でやり遂げるとかっていうのはね、ないんで、そうですね、熱心な親になることが多いですからね。そうですね、東大生の親ってなんと、62.7% は世帯年収950万超えてるみたいですね。なるほど、まあ、約まあ1000万以上だと6割は、やっぱそういう風になってんですね。まあ僕の周りとか見てもやはりいわゆるそのお嬢さんみたいなそういう子って今すごいたくさんいるので、だからまあそういうのを見るとああやはりみたいなっていうのはありますね。例えばまあ45歳から54歳の男性で年収950万以上でどれがいるのかという 12.2% しかないみたいで、ああこの国のですか。はい、ああなるほど。だからなのに東大だともう 62% がまあそうというのは、まあやはりすごいまあ偏っている、まあ金持ちであることと入りやすいっていうのは間違いないですね。なるほど。だから1代で逆に言えば、まあ、その東大自分が入っておけば自分の子もそのずっと続くということなので、まあ、じゃあまあワンチャンあるということでいいんじゃないですかね。これは本当にあると思う。ぜひね勉強していいとこ行ってってことですね。 YouTube だけでこれだけ稼ぐっていうのはレアなことですからね。 YouTuber に憧れてって言ってやろうって思うとうまくいかないですから。僕だってねこれぐらいもらってますけど、この YouTube だけでももらってるけど、まあ、ずっともらってるじゃないですか。なんだこれがずっと続くとは思ってないですからね。もう何かしら人気なくなれば当然そう、まあ、あとまあ言って、まあ、森哲さんも東大出てるのでここカウントされてますよ。そうでした、はい、僕出てるんでした。今、30歳児だとしても763万。どっちに入ってるか分かんないです。慶応と東大のどっちに入れられてるか分かんないです。ただ同齢調べか分かんないですけど。でもまあこれからねブワーンと稼ぎますから。 あとまあ東大の中でもここで結局また文系理系とか、まあ、理系とかの中でも全然もう変わってきたりするので、まあおすすめはやはりまあ AI ですね。AI で、だ私がねこれから、まあ、アメリカ移住に向けていろいろやってうまくいかなかったらもう彼氏さんの犬になっていやいやいやまあ AI だとぶっちゃけ、まあ、この 1.5 倍は軽くいくんじゃないですか。わお、すごい、まあ、東大ここ出てる平均の、あなるほどね、はい、今からいろいろファンレターとか書いてた方がいいと思うんですよこの年収ランキング上げれるように、まあ、頑張ります、うん、とりあえず森哲さんに追いつけるように頑張ります。いや僕なんてまあ一緒にこのランキングを上げましょう武田塾の学習院もあるかな、塾長の学習院ないか。ちょっと学習院は入ってない、30位までも入ってないですね。ああ塾長一人じゃ上げられないか。あっちゃはい、というね、はい、そんな感じでぜひ、ね、まあここでランキングね、ありますんで、意外と電気通信大理科だ、理系はこの辺出てくるんですね、北大とか、まあ基本は国立が多い、あ中央が意外と高い、明治青学よりも上にいる、はあ、横浜一律も意外とやっぱ医学系のやつだからか、ね、なるほどね。お医者さんだからなんだな、うん、あと明治とか割と低いんですよね。28位とかしかないんですよ。もう町のなんか一番手みたいな、そうなんです、ね、そんなイメージあるんですけど、中央に変わってない。やっぱ学部っていうのも重要なんですね。こう見るとやっぱどこの畑に行くかにもあるっていう感じで、うん、はい、ぜひ参考にしていただきたい、はい、まあ参考にした結果、まあ、東大にまあたどり着いてきてください。皆さん待ってます、はい、勉強して待ってないですけども卒業したんでそうだそうだ、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。